スタースクリーンアワードはインドの映画賞。映画業界に従事する専門家によって選考される。設立時の名称はスクリーンアワード。1994年にザ・エクスプレスグループの会長、ビベイク・ゴエンカによって優秀なインド映画を表彰するために設立された。この賞はファン投票で受賞者を決定する他の映画賞と異なり、映画業界の専門家によって選考される。 最初の映画賞になることを目的として設立され、また毎年開催される最初の映画賞となった。受賞式は毎年1月に開催され、ヒンディー語映画、マラーティー語映画を受賞対象としている。名称は、スポンサーの企業名を冠して、スクリーンウィークリーアワード、スクリーンビデオコンアワード、カラーズスクリーンアワード、ライフオーケースクリーンアワードと変更されてきた。 2001年まではビデオコングループがスポンサーだったため、スタービデオコンアワードとして知られていた。過去3回南インドのタミル語映画、テルグ語映画、マラヤーラム語映画、カンナダ語映画を受賞対象としたことがある。受賞式には映画芸術科学アカデミーの会長と理事が関わっており、スクリーン氏の編集者、 プリアンカーシン・ハジャーは映画賞の選考手順の監督を担当している。第18回スタースクリーンアワード受賞式のカトリーナ・カイフ第18回スタースクリーンアワード受賞式のプリアンカー・チョープラー。ありがとうございます。